多くの日本人が愛する至福の一杯。その中でも最上位に位置する最も贅沢なもの。皆様こんにちは。ビビリの家族へ行くキャンピングカー生活の小宮家です。我が家はこのキャンピングカーに家族3人で暮らしながら日本全国を旅して生活する家族です。今回の旅は香川県にあるふれあいパーク美濃からお送りいたします。こちらの道の駅、温泉が併設され、さらに RV パークまである車中泊者にとっては非常にありがたい施設。この裏側にある大きな遊具を備える公園で私は大きな情報を得ました。日本屈指のうどん県が誇るラーメン店へ参ります。やってまいりました。朝ラーメンハマンド。こっちが朝ラーメンで、こっちが昼かららしいですね。おそらく大将は一日中ずっと働いてると思います。食べていい。のものこれ改造して、いただきます。ちょっと大きめにされたので、ね、そうですね、はい。燃え残っても、その方の、もう、あと、まあ、夜燃やして頭で、あと温度は保てますから。そう、いろいろ関係感があるので、あっちのお店はまた違うんですか？一応一緒なんです。朝のラーメンと昼のラーメンなんで、出してるものは全然違います。あ、出しても全然違う。麺も違うし、この朝の6時のもまた違うんですか？あ、違います。これは来たかったですね。ずるい店なんだから最低2回来させてという。めちゃめちゃ働いてますよね。すごいですね。いやまあ、でもこうやってお客さんが言ってくれるのが一番なんか楽しいですよ。いまだにこう美味しいって言うとこの辺りがゾワゾワして。体に優しいものしか入ってないですか？あ、やっぱそうですよね。昔はね、あれが入ってるこれが入ってる言ってたって言わないことにしました。もう言っても一緒なんで。ああ、そうですか。もう東京でもすごい美味しいラーメン屋ってなる絶対なると。うちもね、だから湘南に出したら多分湘南と横須賀に出したり、茅ヶ崎もねやる話があったんですけど、3年でやめましたね。やっぱり合わなくて。やめる勇気すごいですね。だって結構投資してるわけですよね。いや、もう田舎もんなんで、都会の中のところで慣れなくて、大行列をやったらもう閉めて戻ってきた。すごいです。いやいや、もう波通りやって46年なんですよ。あ、かっこいい。サーバーなんめちゃかっこいいですね。昨日 の、 パス持ってるんです。小中高生ぐらいの足持ってないやつを連れていくようなことを今、今年からやろうかなと。活動的ですね。ありがとう、バイバイ。また来てな。ありがとう。ごちそうさまです。はい、はい、行きます。はい、ありがとう。ありがとうございます。すごい刺激的で朝から。おはようございます。あ、もう並んでるものを見て。あ、もうこっちは行列です。だってもう大将は今そこで終わってこっちに移ってやるんでしょ今度。でもう行列が。そんで今度みんなサーフィン連れて活動するの、すごくない？
そうですね。和菓子マニア週刊アップの編集長佐藤久介さんそして群馬県太田市さん。噂を聞きつけてやってまいりました高知オーガニックマーケット。安心安全で美味しい地場物が手に入るこの市場、さほどオーガニックに興味ない方でも非常に楽しめるマーケットになってるらしい。行ってまいりましょう。娘ナンパしまくりです。無事友達になったっぽいですね。ああ、お父さんも。そうなんですか。そうなんですか。これでコーヒー豆入れます。いただこうかな、じゃあいっぱい。本当ですか。ぜひぜひ。ありがとうございます。お願いしていいですか。じゃあ、引こうか。これ結構衝撃的な。すごいですね。これで引くんですか。とりあえず電気を使わずに。なるほど。え、豆はここに入ってる。豆はここ上から入れて下から出てくるようになってて、もしかして旅をされてこういうことされてたりされるんですか。もともと僕本当は大道芸やってて、あ、お祭り回るのに大道芸と出店で回りたいと思って、いや素敵ですね、店を作り始めて今こんな感じになって。なるほど。あ、本当ですか。うん、あのなんかいろんな入れ方があるみたいですけどね。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですか。美しく泡が絵になってるの初めて見ました。なんか美味しそうに見えますよね。美味しそうに見えますね。ありがとうございます。ございます。ありがとうございます。一応あの最初のコーヒーやり始めが250円で、ちょっとずつ上げたんで、やっと今400円なんですけど、一応スペシャルティーコーヒーなんで、味は大丈夫です。無農薬無化学肥料ですよね。そうですね、有機の豆ですね。それじゃ足で引いて400円ですか。いただきます。はい、無化学じゃなかった。あ、それゆこちゃんにあげたコーヒーで。あ、めちゃくちゃすごいですよ、香りが。ありがとうございます。ちょっと初めて飲んだっすね、こんな。え、焙煎、あの炭火の匂いなんですね。多分、はい、七輪で炭火。あ、あの銀杏入りの。銀杏入りでやるんですか。はい、あの手編みでやるんで。へぇー、 100g しかできない。 100g だけ。 100g。 いや、これ400円って安すぎですよね。そうです。最初は250円だから。もう苦しくて苦しくて。簡単と。いや、大人気の。からぶっ飛ぶかな。美味しいです。言葉のチョイスが面白いですね。お姉さんお一人で作られてるんですか。はい、ほぼ一人。なかなか大変ですよね、この数は。あそこにも魅力的なのいっぱいあって、ね、全部売り切れちゃった。コーラ、ありがとうございます。はい、お、上手。これフリフリして食べてね。あ、よく、はい、よかったね。コーラもございました。やっほー。あ、これなんかさっきのお友達ココナッツオイルで揚げてるらしいからね。あ、そうなの。うん、めっちゃ美味しい。嘘、これはすごいよ。嘘、めちゃめちゃ美味しい。めっちゃ美味しくない。これすぐ売り切れるわ。ね、もっとちょうだい。ね、みんなと一緒に食べ、美味しいもんだって。少し食べちゃう。回して食べようよ。で、今日
そうですね、ちょっとこれからですね、ある農園をちょっと訪ねてみようかなと思います。ことのいきさつはですね、僕の、むっちゃん、妻ですね、妻のむっちゃんがいつもこうジンマシンが結構出てて、それに合う、自分の肌に合う化粧品とかもずっと数年探し続けてて、ある時その化粧品を見つけてですね、それをちょっと愛用してるっていうところなんですけど、そこの農園がですね、 Google マップ見てたら近くにあるって言って、興奮しだしてですね、で僕がその農園のこともちょっと初めて知ったので、ちょっと見せてって言ってみたら、活動内容が素晴らしかったんですね。高知県南国市にある南国西川農園。この農園ではアマゾン原産、完全無農薬、無肥料、除草剤も一切使わないグアバを栽培しています。そのグアバを使って作られているのが今妻が使うこの化粧品、オーガニックコスメになります。残念ながら日本のオーガニック規制は、農薬とか化学肥料、この使用量ですね、これに対しての規制が非常に緩いですね。実は安心して買えるような製品ではなかったりするわけですね。そういう背景から 100% 天然成分で作られる西川農園の化粧品は妻にとって大きな発見だったわけです。そしてこの西川農園、実は働くほとんどの方が障害を持たれている方なんですね。西川農園は就労継続支援 B 型事業所という、就労支援施設として運営しています。ここで働く方の全国平均月収は約1万7000円です。時給換算すると約200円から300円となるんですが、西川農園ではこの全国平均を上回る3万6000円という金額を実現しています。それにプラスして障害者年金を国から受給しています。その額は約7、8万円となり、その2つを合わせた金額が皆さんの月給となるわけです。しかしこの金額では到底やはり一人暮らしではやっていけないということですね。さらに先立つ両親のことを考えれば本当の意味での自立につながらないということで、実は西川農園、すべての商品の経費を抜いた分の利益、これをすべて彼らの給料に充てているそうです。経営陣を含む正社員のお給料は国から支給される補助金で賄っているとのことです。商売の根本にあるこの利益、その執着からかけ離れた人道的な行為の裏側にあるものは何なのか、行ってまいりました。到着しました。あ、よろしくお願いします。こみあげです。どうぞ中へ。はい、ありがとうございます。暑いけど、暑いけど、なんか美しいね。よろしくお願いします。わ、すごい湿度が、ね、湿度すごいね。南アメリカ、アマゾン流原産なので、暖かくないとダメなんですね。本当はね、年中花が咲いて年中見れると思うんですけど、日本には四季があるので、やっぱり5月、6月に花が咲いて、10月、9月、10月に実るって感じですね。これ、龍馬っていう木なんです。名前つけてるんで。可愛がってる。ほら、あそこにもなんか名前が。みんなに名前つけて。そう、一本一本に頑張って大きくなるんだよとか言いながら。完全無農薬ですか？そう、完全無農薬で、その肥料もやらない。あ、自然の肥料もやらない。肥料はもうこの自然のこの枯れ葉、今こう雑草生やしてるでしょ。これをごめんね、ママが植えることで、グアバにとってはどういう効果？植えてない、勝手に生えてくる。勝手に生えてくる。勝手に生えてくる。窒素って必要なんですよ、この野菜には、はい。だからこれは豆からなので、空気中の窒素を根粒菌といって根っこに取り込むので。あ、根粒菌、今思い出した、本で読んだ。うん、取り込むので、読んだ。だから肥料とかいらないんですよね。ここに肥料とか、鶏粉、豚粉、牛粉やると、虫がうわっときて、結局農薬しないといけないんですよ。あ、そうなんですか。だから一切農薬も肥料も。なんかうんちは必要なのかなっていう。全然必要じゃない。根っこってこういくでしょ、下に。はい。だから ここに巻きますよね、普通に。ということは根っこが下へ行かずにこんなになるでしょ。ああ。倒れてしまうし、大きくならないんですよね。だから、稲作、お米もそうなんです、はい、肥料を振るでしょ、上から。そしたら根っこが張らずに根っここうなるので、台風が来たら倒れてしまう。話を聞きながら、ある光景を思い出していました。一度移住を果たした宝島のバナナ畑、あそこも雑草が生い茂り、枯れたバナナの葉が散乱していました。しかしその中には強く美しいバナナの木がなっていた。つまり自然農の完成形だったわけです。運動不足になる方が飲むと痩せるってことですか？そうですね、糖の吸収と油の吸収を抑制するので。で、お水で炊いたご飯とガバチャで炊いたご飯を実験すると1週間早く腐っていくのが水で炊いたご飯。
抗菌作用があるから。これってつまり、はい、人体に入っても同じようにデトックス効果があるとか。もちろんそうです。ちょうどねあの箱に200箱を発注があって、はい、それを今日の午前中まで作ってた。すごい人気。申し訳ないですね。200箱それで売れた利益がみんな。そうです、その通りです。そこがいいでしょう、はい、そこが気持ちがいいですよ。めっちゃかっこいいです。本当にできないですね。いやできないこと、うん、正直真似たかまだができない。いやまだ小さいからそれ無理よ。本当こんなに大きくなってからだとそんなになるけど。生後3ヶ月でアトピー性皮膚炎と診断を受けて。なるほど、うん、それがきっかけで始めたっていう。そうです、ね、はい、38年前にね。38年前にアトピー性皮膚炎って誰も知らないですよ。なるほど。お母さん母乳ですね、卵、牛乳、大豆、鶏、1羽、牛、1頭、味噌、醤油全部やめてくださいって言われて、当時は代替食も何にもないんですよ。で家の絨毯全部履いて、畳全部履いて、カーテン全部抜けて、布製のソファー抜けて、こたつ抜けて、座布団抜けて、ぬいぐるみ抜けて、車は全部ビニールで包みました、ソファー。今でいうその、まあ、例えば牛乳でも飲んだら多分あのアナフィラキシーを起こすぐらいのひどかったと思います。真っ赤でしたから。お疲れ様でした。ありがとうございます。また遊びに来ます。こんにちは。すいません、帰り中に。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ですよね。これ毎日これ皆さんで送り迎えするんですか。今はもらわないから。なるほどなるほどなるほど。代表は先生をどのぐらいされてたんですか。ああ、42年ですね。あ、全部含めて。そうですね。本当はね、あの退職して退職金で安か2で世界一周したいですよ。やっぱりこう世の中に必要でないとか、それからありがとうというようなことを言われなかったらやっぱり話に気持ちになるし、うん、まあ、それも一緒やと、ね、そういう気持ちを持たせるためのにはもう私らが頑張って、うん、そういう子どもたちをどんどんと受け入れて幸せな気持ちにしてあげないかんのやと。あの木に個性があって葉っぱの大きさも違うし、うねってる天然パーマみたいな葉っぱもあるし、葉っぱの大きさも違うし、果実も大きいのやら小さいのやら酸っぱいのやら甘いのやら、いろんな果実があるんですよ。で最初甘い果実と普通の果実を分けてピューレにしてたんですけど、一緒にしたら美味しいことが分かって、人と一緒なんですよ。だから人間と一緒にして、障害と障害がある人もそうでない、健常者と言われている人、障害者と言われている人も一緒の世界、社会が一番バランスが取れていいんじゃないかなと教えてくれてるんですよ、だからね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また会える？本当ね、会いたいなってママは思って。素敵なご夫婦だね。次男さんも、あ、これ言うとどうなの？次男さんは障害を持ってます。ああ、そうなんだね。聞いてなかった。だから結局最近気づいたけど、うん、結局子供たちと、うん、目になることを知ることにしてることに気づいて、あの最近気づいたの気づかずにやってたけど、だからすごい奥深いなと思って。でも言ってることやばかったよね。でも途中さ、トトちゃんとブラブルとかあれあんま聞いてないんだよ。高知県南国西川農園、その活動の裏側には揺るがない母の愛がありました。代表キヨさん、また行きます。